皆さんこんにちは、のりです。今日は第8戦スペイングランプリ日曜日のレポート動画をお届けしたいと思います。今日もファンゾーンから撮影しているんですけれども、今日は昨日とは違って、2階席っていうんですかね、1個高いエリアから撮っています。本当は逆側を向いてサーキットを背に動画を撮りたいんですけれども、サーキットは映すことができないので、こうして席を後ろに撮っています。今回はこの上にバルセロナの文字があるので、ちょっとここいいかなと思って今日はここから撮ることにしました。現在はですね、絶賛お片付け中でして、ホームストレート上にはトランスポーターが何台か止まっていて、でガレージからそこに、物を搬入していくといった作業を今やっています。かなりガレージの中の撤収作業は進んできて、もうほとんど物がないチームはあったりしますが、モーターホームはまだ、ご飯を食べていたりするスタッフがいるので、モーターホームの方はまだそのままあったりする状態です。そしてファンゾーンも、人はほとんどおらず、撤収作業が進められていました。そんな今日のバルセロナだったんですけれども、朝はレースが始まる時間帯ぐらいに雨が降るという予報があったんですけれども、結果雨は降らずという一日でした。それこそ朝は快晴に近くて、気温は20度くらいで、日陰にいたらちょっと半袖では肌寒いかなという感じだったんですけれども、日向にいればとても暖かくて、本当に雨が降るのかなというような天気でした。その後レースが開始する時間になれるにつれて、さっきと周辺には黒い雲がだんだんとこう近づいてきて、昨日の予選みたいにまた雨が降るのかなと思っていたんですけれども、結局その雲はどっか行ってしまい、雨は降らなかったという感じでした。ですがレース前グリッドでは気持ち程度、本当にポツポツまでもいかないぐらいの雨が降っていたような気がするんですけれども、それはそこで終わり、レースには全く支障をきたさず、そのまま何事もなく、レースはドライで、終わりました。そして現在もですね、ちょうど僕の真正面くらいから、太陽がガンガン照らしててすごい眩しいんですけれども、今はレースの時よりも晴れていてあったかいような気がします。もう夜9時ぐらいになるんですけれども、レースの時よりも暖かいような気がします。そんなこの今回のスペイングランプリですが、金曜日の時にはグランドスタンドは空席が目立って、本当にソールドアウトしたのかなと思うぐらいのお客さんだったんですけれども、今日は、びっしり埋まっていました。そんなファンたちはアロンソやサインズにはもうすごい大歓声でした。ドラパレ中もそうでしたし、レース前のレコノサンスラップを終えてグリッドに着く時も、観客の前を通る時にはすごい大歓声で、スペインのファンのこう熱というものの熱さを感じました。というように今日のグランドスタンドはびっしり埋まっていたんですけれども、それ以上に多いなと感じてしまったのは、VIP といいますかゲストたちの数ですね。レース前のピットレーンウォークでは本当にピットレーンを歩きづらいぐらいゲストがいっぱいいて、特にレッドブルやフェラーリの前にはゲストがいっぱいいて写真を撮ったりしていました。昨日も有名サッカー選手が来ていたりするっていうことをお伝えしたんですけれども、昨日以上に今日はまたサッカー選手だったり、あとはバスケットボール選手だったり、あとは各界の著名人らしき人たちがたくさん来ていました。また今日も先日のモナコグランプリに引き続きネイマールが来ていましたが、どうやら僕も写真を撮っていたのを国際映像に抜かれたそうで、ちょっと恥ずかしいんですけれども、そういったサッカー選手も来ていました。そして本題ですが、今日はスペイングランプリ決勝が行われました。まずはやはり角田くんですね。9位でフィニッシュするも5秒加算ペナルティによって12位という結果に終わってしまいました。先ほどツイッターを見ていたら、やはり角田くんのペナルティには納得がいかないという人がほとんどでしたが、角田くん本人もアンフェアだしバカバカしいというふうに納得いっていない様子でした。レース直後は裏でフィジオや広報たちが待っているんですけれども、そこが子供を待つ保護者みたいな感じでちょっと面白い絵なんですけれども、そこにこうドライバーがやってくるのを待っているんですけれども、角田くんが戻ってきてフィジオと合流した直後はすぐに座り込んで、かなりがっくり来ている様子でした。10分ほど、座り込んでいたと思います。こう怒りというよりもどちらかというと落胆の方が大きいような感じでした。その後のテレビインタビューだったり掛け合いの囲みでも、まだ最低には納得していないがっくりした様子だったんですけれども、その後レース終わって1時間半ぐらいですぐにサーキットを後にしようとしていて、その時にファンからサインを求められていたんですけれども、それはすごい笑顔でしっかりこう対応していて、その後サインを書いている間にフィジオのイタリアノが先に行っちゃったんですけれども、それを追っかける時にちょっと小走りでぴょんぴょん跳ねながら行っていたので、そういったところを見ても本人は切り替えているんだなというのを感じました。角田くんの
こうサポートだったりをするお友達の平松さんにレース後にちょっとお話を聞いたら、レース終わった後角田君は今回ご両親も来てたんですけれども、ご両親だったりとこうお話をしたりして、本人はすごい、まあ、悔しいけれども次に向かって切り替えているという状況です。ツイッターを見ているとかなりあの最低にはお怒りの方々もいらっしゃるようですが、角田君本人が切り替えているということで、皆さんもぜひ角田君と一緒に切り替えていただけたらなと思います。そんな角田君は今日は先ほども申し上げました通り早くサーキットを出て、この後はイギリスに行くらしくて、あのレッドブルのファクトリーでシミュレーター作業などをするそうです。またこの角田君のペナルティという採点に対して結局再審請求はなく、そのまま角田君は12位という結果で終わっています。そして他のドライバーたちですが、角田君の今回のペナルティの相手役といいますかになった、ジョー選手は若干苦笑いもありつつ嬉しそうにモーターホームに戻っている姿を見かけました。チーム代表のアレッサンドロ・アルニ・ブラビ代表、言いづらいんですけれども、チーム代表と抱擁したり、他のチームスタッフにとも抱擁したりして喜びを分かち合っていました。ジョー選手にとってはオーストラリアで9位になった以来の久しぶりのポイントだったので、本人もチームもすごい嬉しそうでした。あと他には今日は13位だったピアストリなんですけれども、レース後にはファンタオレンジを飲んでいる光景を見ました。基本ドライバーはレース後はあのドリンクボトルに入っているドリンクを飲んでいるんですけれども、ピアストリはあのアゼルバイジャングランプリのレース後もそうだったんですけれども、その時はコーラを飲んでたんですけれども、なんか炭酸のジュースが好きなのかもわかんないんですけれども、レース後には一人あの缶を開けて炭酸のジュースを飲んでいます。ちょっと今度炭酸のジュースが好きなのかどうかなど聞きたいなと思います。そして今回もいつも通り優勝したマックスですが、レース後の囲みだったりが一通り終わった後にレッドブル恒例のあのレッドブルシャワーがありました。ちょうどメディアセンターの真下にレッドブルのガレージがあったので上から写真を撮ることができたんですけれども、あのよく写真を見てみるとチェコがいないなというのに気づきまして、チェコは今日は11位からスタートで4位というまあまあジャンプアップ結局結果的にはいいような結果だったと思うんですけれども、まあ、どうしたのか分かんないんですけども、チェコはこのレッドブルシャワーには参加していませんでした。そして最後今日表彰台2位3位を獲得したメルセデスですが、レースが終わった後のパルクフルメで、そこは本当は限られた人たちしか入れないんですけれども、まあ許されていなかったスタッフらが入ってしまったそうで、1万ユーロの罰金、日本円にして約150万円ぐらいですかねの罰金が課せられてしまったそうです。といった感じで今日のスペイングランプリ日曜日のレポート動画は以上になります。僕たちは明日ミラノに車でまた帰ります。行きがミラノ着で、ミラノでレンタカーを借りたというのもあるのでレンタカーを返して、そして火曜日にミラノから日本に帰ります。今季初のヨーロッパラウンド中止に始まった3連戦実質2連戦ですが、個人的には3連戦が初めてだったのでちょっと体に来るものがありましたが、なんとか3連戦を無事に終えることができました。このレポート動画をご覧いただいた皆さんもお付き合いありがとうございました。こういった感じで今日のレポート動画、このヨーロッパランド3連戦最後のレポート動画を終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さよなら。